はい、皆さんこんにちは、キートです。今日はですね、リムさんの食虫植物という曲の解説をしていきたいと思います。まず最初に模範演奏です。どうぞ。食べなくちゃ、食べなくちゃ、嫌なこと忘れさせて、行かないでね、行かないで、君の体温と心臓、 I love you と I hate you、 君のすべてが私ならいいのに、満たされない、満たされない、満たされないのはフィーリング、愛されたい、愛されたい、愛されたいのは君、辻子。吐かなくちゃ、もう吐かなくちゃ、ザメザメ泣いても終電だ、可愛くない、ああ可愛くない、可愛くないから消えたい、現在開発中の案件調査2、私の全てがどこならいいのに、満たされない、満たされない、満たされないのはフィーリング、解されない、理解されたい、理解されないのは地球規模。満たされたい、満たされたい、満たされないから嫌い、愛されたい、愛されたい、愛されたいのは地球規模。はい、今回はですね、このアヌエネさんからお借りしている US3K っていうねモデルで解説していこうと思います。また今回もコードシートの方を販売してます。こんな感じですね、120円ですので、まあ、ピアスコアのリンク下に貼っときますので買ってみてください。まず最初にコードの解説から入っていきましょう。はい、今回使うコードはたったの5つでございます。はい、今回もですね、目次つけてるので初級中級上級見たいところから見ていただければなと思います。さて、まず初級からいきましょう。初級のコード1個だけです。 Cm7 っていうコードですね。中指で2フレット目の一番下の弦を押さえてください。これが Cm7 です。さあ、続きまして中級の方に入っていきましょう。中級のコード3コードあります。指3本使うコードたちですね。まず最初のコードが D です。人差し指で2フレット目の一番上の弦、中指で2フレット目の下から3個目の弦、薬指で2フレット目の下から2個目の弦ですね。こんな風に押さえてください。これが D です。次のコードが Em っていうコードになります。こんな感じです。まず人差し指で2フレット目の一番下の弦、中指で3フレット目の下から2個目の弦、薬指で4フレット目の下から3個目の弦、押さえてください。こんな感じです。で、これで弾くと Em です。さあ、中級最後のコード G7 ということです。こんな感じです。人差し指で1フレット目の下から2個目の弦、中指で2フレット目の下から3個目の弦、薬指で2フレット目の一番下の弦、押さえてください。こんな感じです。で、最後ですね、上級のコード1コードだけ B7 というコードになります。こんな感じです。人差し指で2フレット目を制覇してください。全部押さえるって意味です。で、中指で3フレット目の下から3個目の弦、押さえてください。これが B7 です。このね、制覇が入っているとね、なかなか難しいかもしれませんけど、今回この一つだけのコードなんで、頑張って弾いてみてください。まあ、ちょっとしたコツとしてはですね、こっち側の親指をね、かまぼこのちょうど真ん中ぐらいに置いてあげるっていう風なね、工夫をすると結構押さえやすくなります。はい、これでね、コードすべて出揃いました。はい、ではですね、右手の解説入っていこうと思うんですけれども、この食虫植物っていう曲はですね、ちょっと特殊というかね、
洋楽屋とよくあるんですけど、4コードをねずっとぐるぐる弾き続けることでできています。でその4コードっていうのはこちら、 Cm7 と B7 と Em と G7 っていうねこのコードになります。たまに別のパターンでね5つのコードを回すパターンもあります。こちらです。この2つのパターンでちょっと弾き方が違います。それ以外は全部ねリピートなので、この曲って結構ね簡単に弾けちゃいます。でまず4コードの方から見ていきましょう。まず最初にですねどんな感じになるかね弾いてみますね。っていう感じですね。これで永遠にねこの循環していくわけなんですけれども、はい、どうやって弾いてるかちょっと難しそうに見えるなって思った方いると思うんですけど、意外と簡単です。まず Cm7 で弾いていきますね。まずダウンしてください。で適当にこう指をね添えてあげてください。ここ触れる感じですね。押さえちゃうとね音が鳴っちゃうんですけど、ここをね触れるだけにしてあげると音が鳴らなくなるんですね。これがミュートっていう技になります。で Cm 弾いた後ミュートでダウンアップダウンと弾いてください。次 B7 弾いていくんですけど、アップアップと弾きます。ではここまでやってみましょうか。ダウンダウンアップダウンアップアップ。で次も一緒の右手のパターン使っていきます。 Em 弾いてダウンミュートで G7 アップアップ。はい、 OK ですか。これをね早くしていくとさっきのパターンになってきます。最初タイミングがね難しいかと思うんですけれども、繰り返し練習してみてください。次ですね5個のコード出てくるパターンのところですね、弾き方見ていきましょう。最初のところは一緒です。 Cm7 弾いてダウンアップダウンってミュートした後、 B7 でアップアップってやった後、 Em と D と G7 をですね1個ずつ弾いていきます。どうやって弾くかっていうと、 Em でダウンで次 D に持ち替えてアップで G7 に持ち替えてダウン。これがね2つ目のパターンになります。さあこの2つをね組み合わせるとですね、この曲全て弾けてしまうんですね。ではですねイントロの回数入っていこうと思います。イントロはこんな感じです。今テンポはですね 123bpm っていうのでやっています。ではですね解説入っていこうと思います。まずここまで弾いてみましょう。はい、まずですね Cm7 をダウンして、で薬指の方で3フレットの下から2個目の弦を押さえて、右手の中指で2弦目弾きます。で次ですねこのコードを弾きます。人差し指で2フレット目の1番目の弦、中指で2フレット目の下から2個目の弦ですね。で、薬指で3フレット目の下から3個目の弦を押さえます。まあ、G の形をここでやるっていう感じです。はい。で、ダウンしてあげて、で、次ですね、こんな感じになります。まずここからスタートします。右手の方は中指でね、2弦目を弾いてください。ってなるんですけど、まず2弦目弾いて、もう一回2弦目弾くときにとやります。どうやってやるかっていうと、弾いたと同時に3フレット目に移動させてまた2に戻します。 OK ですか。次外して2弦目弾きます。だこれをね流れでやるととなります。でここまでをね弾いてみるとこんな感じになります。次の動きいきましょう。次はこんな感じですなんですけど、次中指でですね2フレット目の下から3個目の弦押さえてください。で人差し指と中指をねここに持ってきます。 OK ですか。でまずですね3弦目弾いてください。こうやって2回弾いた後2弦目弾いて3弦目もう一回弾きます。で外して左手ね外して上3つの弦だけ弾きます。はい、これを早くやるとっていう感じになります。でこのね上の3つ弾いた後こういう感じで音を止めてあげるとね歯切れが良くなります。ここまで弾いてみましょう。ここまで来ましたか。
で000っていうとこまでやったと思うんですけど、さっきでこのミュートの間にダウンアップダウンと弾いてください。次ね、っていう風になっていくんですけど、でこのコード、人差し指ここ、中指ここ、薬指ここですね。アップアップと弾いて、次ですね、 E マイナーの形ですね。人差し指ここ、中指ここ、薬指ここですね。ダウンして、でミュートにして、ダウンアップダウンで G7 でアップアップと弾いてください。これがですね、今回のイントロ部分になります。では通しでね、ゆっくり弾いていきましょう。はい、メトロノーム60テンポに合わせています。ではこのスピードで一緒に弾いていきましょう。1、2、3、はい。じゃあ続いてですね、元の曲のスピード123テンポですね、いきましょう。3、はい。はい、これでイントロの回数終わりです。もしね、この動画がいいなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ちなみにこのウクレレのレビューもですね、下の概要欄の方にリンク貼っておくので見てあげてください。はい、ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。